小長川湾は日本の東北地方、宮城県中部の東側にある湾である。三陸海岸の南部に所在するオ鹿半島の基部に位置し、東側に開く形で太平洋と結ばれている。現代の行政上は宮城県オ鹿郡軍長川町の大海崎と同町の赤根崎を結ぶ線及び陸岸によって囲まれた海域を指す。湾は二股に分かれており、 南側のワ湾は五分浦湾と呼ばれる。北側の湾王には日本の主要漁港の一つに数えられる女川漁港があり、女川町の市街地が広がる。女川港としての設備は湾内の四地区にそれぞれ整備されている。女川町域とともに三陸復興国立公園に属する地域である。国際 MX センターによる女川湾の基本データ。 湾内では銀鮭をはじめ、アワビ、ウニ、カキ、ホタテガイ、ホヤなどの養殖漁業が行われている。戦後、湾内の小城浜においてワカメ養殖が成功し、これが宮城県内各地に広まった。女川湾は最大水深36メートルと水深が比較的深く、宮城県に寄港する大型船舶の停泊地になることが多かった。六百十一年。 スペインのセバスティアン・ビスカイノは、仙台半北部沿岸を測量し、女川湾についても記録を残している。明治時代の初めには、宮城県のなる川川口に近代港湾として、ノビル築港が建設されるが、その際、女川湾も築港の建設候補地の一つとして挙げられていた。また、1885年には、イギリスの中国艦隊が闘病し、帝徳のハミルトンが、 女川湾を軍艦停泊の敵地と評した。日清戦争後には、オシカ軍やモノウ軍の勇士が女川を軍港とするよう、政府へ請願したこともあった。第二次世界大戦中には、東北地方太平洋岸の防空、対戦任務のため、岩手県の山田湾航空基地帯、同地の北三陸部隊と共に、横須賀陣呪霊下の女川防備隊が設置され、艦艇が配置された。 第二次世界大戦末期の1945年8月9日には、連合国のイギリス海軍機動部隊所属機による女川への空襲があり、湾内で大浜や天草などの日本海軍の艦艇7隻が撃沈された。現在、これらの戦没者を弔う慰霊碑が国道398号線沿いの湾を望む場所に建てられている。一方、 連合国側の損害は、航空母艦、フォーミダブルに所属する戦闘機カイヨン 4U コルセア及び、戦闘機スーパーマリンシーファイア各一機で、これらは撃墜されてそれぞれ、女川湾と隣接する山地に墜落した。このうち、カイヨン 4U の操縦士であったカナダ海軍のロバート・ハンプトン・グレー隊員は、第二次大戦最後のカナダ人戦死者となった。グレー隊員には、この戦闘での功績により、 ビクトリアクロス勲章が授与された。グレー単位の記念碑は、女川町地域医療センターの敷地内に設置されている。なお、シーファイアの操縦士は脱出して、捕虜となった。2011年3月11日には、東北地方太平洋沖地震が引き起こした大津波が女川湾に押し寄せた。港湾空港技術研究所の調査によれば、津波の最大波高は、 女川漁港の消防庁舎で海抜14.8メートルを記録。女川町は、県側所が流出するほどの津波に襲われ、市街地は壊滅した。女川湾に係かる水産業と港湾事業にも大きな打撃をもたらした。全体的に見ると、良好な水質を維持しているが、湾王に位置する女川港では、水質の悪化が懸念されている。女川港も、 参照提出は主に泥出であり、岸付近は岩が露出することもある。ありがとうございます。